マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤すみかです。よく痩せたいんだけれども難しいダイエットは続かないっていうねお声をいただきます。確かに難しいと続けることってねできないですよね。私もそうです。そこでこの動画では飲むだけで痩せる簡単なダイエット法がわかるんです。もしあなたが難しいことは続かない、何か簡単にできるダイエット法がないかなとお考えであればぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちら、マイナス10キロ痩せるお茶についてお話ししていきます。話の内容はこちらです。1つ目、このお茶の痩せるポイントについて、2つ目、おすすめのお茶ということで実際にお見せしていきたいと思います。では1つ目の項目からです。痩せるポイントについて3つお伝えしていきますね。まずこのお茶を飲むことで、1つ目、あなたの腸内環境が整います。これとてもね大切なんですね。痩せるためにはあれこれする前にまずは腸内環境が整っていないと痩せ体質になれないからなんですね。なぜかというと腸内細菌たちのバランスが良くてお腹の中が常にきれいで、痩せ菌と呼ばれる善玉菌が元気な状態、いつまでもあなたの腸内でここにいたいな、もう住み着いちゃえってね、こういう状態を作ってあげることがダイエットを成功させるためのもう大前提になるんですね。そのためにはやはり腸内細菌のバランスが整ってデトックスです。お腹をきれいにする効果があるお茶を飲むのが一番ということになります。2つ目です。このお茶を飲みますと脂肪燃焼効果がアップするんですね。ここも大事ですよね。何もしなければ脂肪燃焼効果なんて期待できませんけれども、このお茶を飲むことであなたの体内に溜め込んできたその脂肪をねどんどん燃やす力を上げてくれる効果があるというお茶なんです。そして最後3つ目の痩せるポイントは鉄分です。実はですね、いろんなことを試すんだけれどもなかなか痩せれないなっていう方は実は鉄分不足の可能性が高いんです。特に私たち女性はまだ生理がある方は毎月もう鉄分不足、貧血になってるわけですよね。そういった状態でダイエットに頑張ってもそもそも痩せるホルモンを作れなくなったりとか材料がないわけですから非常にね、残念な結果になってしまいます。ですからもしあなたがいろいろねダイエットする頑張ってるのにもかかわらずなんでこんなにね1キロも痩せないのっていう場合はもしかしたら鉄分っていうその栄養分が足りていないだけかもしれないんですよ。そこに気づくことでダイエット効果を上げることができるんです。ではここで鉄分不足についての症状をチェックしていきたいと思います。鉄分不足と言われてもね実際どんな状態が鉄分不足なのって思いませんか。なのでこちらにまとめてみました。鉄不足になった症状としては下腹がポッコリ出ている、また冷え体質になってしまっている、常に手足が冷たいとかお腹とか骨盤周り、お尻周りを触れるとなんか冷たいって思いませんか。または顔色がとにかく悪い、いつもね大丈夫？顔色悪くない？って言われてるとしたら鉄不足の可能性があります。でまたこんなとこにも現れるんですよ。爪が割れやすい方は要注意です。本当にすぐ割れたりとか、あとスプーン爪といってこう爪が反り返ってしまう方、こういった方は明らかに鉄分不足のサインです。そして疲れやすい、もうとにかく朝から疲れてるとかね、そういった方は実はご自分が悪いのではなくて鉄分が不足している可能性が高いんですね。なので今お伝えした症状に一つでも当てはまる方は鉄分不足を見直していきましょう。では2つ目の項目です。先ほど項目1でお伝えした痩せるポイントをクリアしたお茶がこちらになるんですけれども、その成分それぞれ見ていきましょうね。まずベースがルイボスティーでできているお茶です。ルイボスティー自体が脂肪燃焼効果、要は脂肪をどんどんね燃やしてくれるっていうこういう力がある、そして善玉菌を増やす酵素が入ってますから、とにかくあなたの腸内環境もうどんどん良くなっていくお茶なんですね。
そして非ヘム鉄といって、これ植物性由来の鉄分を含むお茶なので、先ほどの鉄分不足解消にも役立ちますよということ。そして何よりもデトックス効果が高いですから、お腹がすっきりデトックス、余計な老廃物が溜まったままではいくら頑張っても痩せることがねできないので、しっかりとここでデトックス効果も得ることができるっていうお茶がルイボスティーなんですね。でここでポイントは、有機栽培の良いルイボスティーの方がさらに効果をアップしますから、良い茶葉を使ったねルイボスティーを選びましょう。そしてプラス今回のお茶には葉酸が入ってるんですね。でこの葉酸ってよく、もし妊婦さんだとか、その周りの方にねご出産された経験がある方はご存知の通り、妊娠するとねこの葉酸不足危険ですよって、よく取りましょうっていわゆる養分、栄養素の一つなんですけれども、これ別名増血ビタミンってね呼ばれてる大事な栄養素なんですよね。ビタミン B 群の一種なんです。でこの葉酸を取ることで、あなたの細胞エネルギーが活性化しますから、要は代謝が上がるわけですよね。そうするとコラーゲンを作ってくれたりとか、そもそも痩せるホルモンの分泌を増やしてくれたりって、その元となるのがやっぱりこの葉酸なわけです。葉酸を取ればしっかりとその貧血対策になりますから、この葉酸と非ヘム鉄が入ったこのルイボスティーがまとめて取れちゃうお茶を私今回見つけてきましたので、今からご紹介していきたいと思います。では今回お伝えしたいお茶はこちらです。葉酸プラスルイボスティーということで、ママに嬉しい健康茶ってね、プレママだったり妊婦さんであったりということで、葉酸たっぷりノンカフェインのお茶になります。こちらは原材料がルイボスティーと葉酸のみの混合茶になってまして、ここすごいんですよ、ちゃんとですね試験結果ということで、残留農薬検出されずとかね、いろんな重金属とかそういったね検出してませんよ、全部入ってませんよっていうのをちゃんとね成分の結果ということで試験結果をね載せてくださってる、安心安全のお茶ってことになるんですよね。で飲み方はホットでもアイスでもと書いていますが、ダイエットするならホットですよ皆さん。冷たいものを飲んでしまうと体が冷えますよね。そうすると腸が働くなくなってしまって、結果代謝が落ちてどんどん太っちゃいますから、いくらいい痩せるお茶といえどもクールですね、アイスで飲んではダメですよ。ぜひホットかせめて常温でゆっくりね一気に飲まずです、小分けにして飲むのが一番ですから、ぜひねこのお茶葉酸入りのルイボスティー飲んでみてくださいね。でこちら会社はですね、愛知県の豊橋市にある昭和製薬株式会社さんが出しているお茶になるので、私はこちらドラッグストアで見つけて買ってきたんですけれども、皆様のお近くにもおそらくドラッグ系の店だと置いてあるかもしれませんし、ネットでもいいかもしれないですね。さあいかがだったでしょうか。今回の動画のポイントまとめなんですけれども、まずは腸内環境が整っているかどうか、そして脂肪燃焼効果があるか、そして私たち女性にとって必要な大事な痩せる栄養素ですね、鉄分がちゃんと含まれているかどうか、ここをポイントとして選びました。ぜひあなたが一生懸命ねダイエット頑張ってるのに、なんでこんなにね変わらないのっていう場合は、やはり腸内環境見直すこと、そして鉄分がしっかり取れていますかっていう、ここの2つをですね特に注意してポイントとしてね、いつも頭でチェックしていただければと思います。この動画の内容は以上になります。このお話役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただけますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。